他の都市の関係者からやりすぎだと言われて。やりすぎ結構。大人は隠し事をするのをやめてください。部長、隠してください。ないでください。ないでください。隠すんですか、どういうことですか。隠してください。隠してください。隠すんですか。よし、わかった。では、ぶちまけよう。北九州市の教員を支える手厚いサポート体制がやりすぎだと言われる。よーく聞いてください。これが北九州市のサポート体制だ。採用前から安心、北九州教師養成未来塾。先生を目指す皆さんを応援します。あなたを一人ぼっちにはさせない。採用後も安心、充実したサポート体制、業務改善プログラムの作成等、働きやすい環境を目指して、キャリアステージに応じた研修制度、学び続けていくために。健康管理の充実、働きやすさは心の健康から。北九先生チャンネル、若い先生の授業づくりを応援。北九州市学力体力向上アクションプランに基づいて、授業づくりをさまざまな面からサポート。学力向上推進教員、教科メンタリング教員による研修やサポート。北九州市体力向上プログラムで、運動の好きな子どもや運動量の豊富な子どもを育成。体育の授業力向上体力向上研修会で、日々の体育の授業力向上を目指す。北九州市での教室生活、悪くないかもよ。